サメ騎士の前にひょっこり現れた探偵娘。ソルブレイン本部にまで乗り込み、事件の捜査にまで加わるが、勇み足もそこまで。逆に人体実験の材料にされてしまった。このままでは体中が吹き飛ぶ。探偵娘を救えるのは特捜救急警察ソルブレイン、そう戸川亀吉、お前しかいない。特急指令ソルブレイン、亀ちゃんと探偵娘。